一般財団法人日本サイクルスポーツセンターは、サイクルスポーツセンターの運営、競技用自転車に関する調査研究等を通して、サイクルスポーツの向上発展を促進するために活動する一般財団法人。静岡県伊豆市に所在する遊園地で、略称は CSC。1965年6月21日開設。 サイクルスポーツの普及を図る目的で建てられた施設で、あり、ジャカなど、競輪運営団体の寄付金や、補助などで建設費や運営費が賄われている。一般財団法人日本サイクルスポーツセンターにより、運営が行われている。敷地は当初、モータースポーツ用サーキットとして計画されていた。その後、予曲折を経て、 日本競輪選手養成所と同所の敷地となったが、実勢が変われば、富士スピードウェイがここにできる可能性があった。これは、富士スピードウェイ、最初の40年という書籍にも記載されている。競輪選手を養成する日本競輪選手養成所に隣接しており、自転車関係者の間で、修繕寺といえば、この日本サイクルスポーツセンターか、日本競輪選手養成所のどちらかを指す。 代名詞となっている。東京オリンピックの自転車競技では、i s m t b コースの会場名で、マウンテンバイクが実施されることが決定している。BMX は、当地ではなく東京の有明アーバンスポーツパークで実施される。現在、オリンピック開催に向け遊園地ゾーン、自転車の国は、休園中であり、パターゴルフ場のみの営業となっている。 主目的は自転車競技のための施設となっていることから、場内には、ロード競技用 5km サーキットトラックレース用 400m、ピスト MTB コースなどがあり、有料で一般開放している。ただし、ピストなどの競争路を一般利用者が利用する際には、基礎脚力検査が行われ、基準を満たさない場合は、落ち者などの危険が生じるため、その利用が認められないことがある。 なお隣接している日本競輪選手養成所の選手候補生や現役の競輪選手などが走行訓練を行うこともある。なお、5キロサーキット MTB コース400メートルピストの3施設については有料で自転車の持ち込みも可能であるが変速機がないものは持ち込みできないなどの制限がある。また、施設ごとの貸し出しも行っており、 ロード用コースは自転車による一般的なレースだけでなく自動車、オートバイなどの試乗会会場として使われることもありカーグラフィック TV などでは撮影にも使われる他にも各種の遊具施設が存在するが施設としての方針から遊具のほとんどが人力で動かすものでありその構造も自転車の技術が応用されたものとなっている日本サイクルスポーツセンター内に 日本初の屋内木製走路競技場であるイズベロドロームが2011年9月完成へ向け2010年5月に着工された2011年9月29日に竣工し10月1日オープン同月14日から開かれた第14回全日本自転車競技選手権大会トラックレースが落とし大会となった今後は2020年の東京オリンピックにおける 自転車競技のトラック種目の会場となる予定。遊園地ゾーン、自転車の国が休業中のためバス路線は運休中であり、現在のところ交通手段はない。自転車の国は当初は東京オリンピック開催終了後に、現状回復の地2021年3月に再開予定であったが、オリンピック開催延期のため、再開時期は未定となっている。 駐車場方向からの外観、ありがとうございます。